今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は新快速とかいう化け物快速姫路行きです。京都高槻新大阪、大阪の順に止まる予定なんですけど、僕の気分次第によって停車駅は変わります。普段の新快速は自動放送とかいうあらかじめ録音されてるやつを車掌が流すんですけど、僕そのタブレットで遊んでたら壊してしまったので流れないだけです。はい、すいません。まもなく京都です。出口は両側の扉を開けるので好きな方から降りてください。片方にはホームがないので自己責任でお願いします。この電車は京都出ると高槻まで止まらないんで、そこまでの各駅使う人は4番乗り場の普通電車っていうか各駅停車使ってください。20分に1本ぐらいしか来ない佐賀の線は32番33番乗り場です。富士、吉、奈良方面は未だ200歩系が走ってるな線ご利用ください。新幹線とか地下鉄乗る人はそれぞれの方見てください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく京都です。ご乗車ありがとうございました。京都です。新快速姫路行きドアを閉めようと思うっていうか、足時刻なのでドアを閉めようと思います。駆け込み乗車やめてもらっていいですか。駆け込み乗車されると僕のドア閉めるの大変なのでやめてもらっていいですか。ここそんな田舎の駅とかじゃないので5分くらい待てば次の電車来るんですよ。それで実際駆け込み乗車して挟まれたりして遅延したりとかするのでめっちゃ迷惑なんですよね。車掌は西村です。途中の京都発車後までっていうことなんでここから放送なしになります。